デソト軍はアメリカ合衆国フロリダ州のフロリダ半島中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は34,862人であり、2000年の32,209人から8.2%増加した。軍庁所在地はアーカディア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。デソト軍はアーカディア小都市圏を構成している。 アーカディア市にあるデソト軍庁舎で、ソト軍は1887年に設立された。軍名は、スペイン人探検家、エルナンド・デソトにちなんで名付けられており、州内のヘルナンド軍も同様である。当初の領域は現在ある他のいくつかの軍も含んでいたが、1921年、衆議会が、シャーロット軍、グレーズ軍、ハーディ軍、ハ,軍ハイランズ軍を創設して、 小さくなった。第二次世界大戦中、デソト軍はカールストローム陸軍航空基地を運営しており、アメリカ人とイギリス人パイロットの訓練を行った。この基地での訓練中に23人のイギリス人パイロットが亡くなり、アーカディアの町にあるデソト軍のオークリッチ墓地に埋葬されている。1945年、この基地から最後の訓練生を送り出して任務を終えた。 その後フロリダ州に1ドルで売却され g アースウッド記念病院と呼ばれる精神病院になった。さらにその後飛行少年の強制施設に転換された。2004年8月13日ハリケーンチャーリーがデッソト軍の頭上を通過した。暴風が1時間も持続し多くの建物に被害を与え全壊したものも多かった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば 軍域全面積は六百三十九点五零平方マイルであり、このうち陸地6 3 7 2七平方マイル、水域は二点二三平方マイルで、水域率は零点三五パーセントである。以下は二千年の国勢調査による人口統計データである。スペイン人探検家、エルナンド・デ・ソト州及び国政選挙の大半で、デ・ソト軍は共和党候補を支持しているが、 軍レベルでは保守派民主党候補を選ぶ傾向がある。ありがとうございます。